戻して、こんにちは、焼きそばけんちゃんです。今回のレシピ動画では温泉の焼きそばを使って、そば飯を作っていきます。キャベツは粗みじんですかね、に切っておきます。はい、焼きそばけんちゃん流のそば飯の材料はこちら。おいせやの焼きそば、ご飯、豚肉に、キャベツ、焼きそばソース、塩コショウ、ごま油、顆粒だし、トッピングで青のり、紅生姜、かつお節、以上です。調理する前に焼きそば麺を細かく切っておきます。コツなんですけども、ちょっと切れ目を少し入れて、そうすると空気が抜けるんですけど、この状態でこう押し切りをしてください。細かくね。切りやすいですね。これちょっとダメですよ、押し切りですよパンとかでもね、よく、やるんですけど、こう上から押さえるだけで、これで結構きれいに細かく切れます。はい、ではフライパンにごま油を豚肉から焼いていきます。キャベツ、蓋をして中火で蒸し焼きにします。中火で1分ほど経ちましたですね。はい、全体にこうしんなりしたら、これをお皿に出しておきます。フライパンにごま油、これ少しね残ってるけど、そう気にせずにね食べちゃうので、はい、引いて、おいせやの焼きそば、細かく切ってね、押し切りして、ご飯よよはい、ご飯の割合が少なかったので追加ご飯いきます。よし、はい、ではこれで、少し焼き目つけます。さあどうでしょう。はいですね、よいしょ。はい、ではこんな形で焼き目がつきました。ではここに先ほど炒めた具材を戻して、はい、塩コショウ、顆粒だし、焼きそばソース、いい匂い。はい、
かな。はい、よし、はい、全体に馴染んだら、これでお皿に盛り付けていきます。そういえば先ほど動画でご紹介するの忘れましたが、太麺使ってます。今更はい、これで焼きそばけんちゃん流のそば飯の完成です。はい、ではそば飯いただきます。めっちゃうまそう、いい匂いですね。うまい。味付けは塩コショウとソースと、顆粒だしですかね。香りと旨味が出て、とっても美味しい味付けになってます。はい、いつもの娘ちゃんの登場です。とても美味しいです。お、美味しい、いただきました。はい、とても美味しいそうなので試してみり。先なかって一言。イエイ。